おはようございます。いかがお過ごしですか？10月21日の誕生花はテロペアスペキオシッシマ。テロペアスペキオシッシマはオーストラリア原産の固有種で、ヤマモガシ科テロペア属の常緑熱帯低木です。原産地のオーストラリア、ニューサウスウェールズではよく見かけるインパクトのある真っ赤な大きな花で、ニューサウスウェールズ州の州花になっています。別名をワラタ。ワラタは現地の先住民族アボリジニーの言葉で赤い花を意味します。直立して高さ3メートルにもなり、枝先に筒状の赤い花が重なり合って球状になり、花茎は10センチほどにもなります。春に咲き、深紅の威風堂々とした花は遠く離れていても目立ちます。学名もギリシャ語のテロポスで、遠くから見えるという意味なのだそうです。花言葉はどこにいても目立つ人。インパクトのある真っ赤な色と3メートルにもなる高さ、この学名にも由来するのでしょう。今日お誕生日のあなた、おめでとうございます。今日も素敵な一日でありますように。津田翔子でした。